はいこちらディズニネームコリブリさんああよく倒す敵だよな俺らが突属性に弱いんでしょ確かそう突属性に弱いからシーフさんが唯一枯れるっていう <laughs> 最近シーフさんが活躍してないらしいですからね <laughs> なんか弱くなったんだっけ弱くなったっていうかまああれなんじゃないのあの敵の TP が増えるから <あー S 2> これ全然わかんないでしょ話が <laughs> あの強いねボスと戦う時に敵の なるべくウェポンスキルを打たせない方がいいから攻撃回数が多くて与えダメージの低いシーフは嫌われるっていう、うん、そういうのがあるんですねこれ全くどうでもいい話だけどでもこれもそういう内容だよ杉<当>田さん中村さんこんにちは FF11、えー、と,といえばンカ、えー、ブログに謎のメッセージが書か,かれていた日がありまして「うん、ガリ」という文字になんだこれはみかんの絵が書いてありましたお<う>あれは一体何だったのでしょうかっていう、ねうん まああの心に残った言葉もあって f f 1 1のマートのセリフ嫌、うん、ならやめてもいいんじゃよ」ですってすごい上からですよね当時の赤間同士はみんなそれで絶望したってから <laughs> やめよっかな限界突破できないからやめよっかなってあそうね、うんあのー、このマートっていうのはね、うん、レベルが50以降ちょっとずつ刻みでそのマートと何かをやって、うん レベルのキャップを外してもらって、上に上げていくしかないんだけど。七十、うん、がね。うん、そう、七十キャップでは、このマートっていう爺さんなんだけど、これはね、うん、倒せっていう。うん クエストにわしとバトルフィールドで息打ちじゃんそれはねジョブごとに違う戦士だともうガチンコのどつき合いになるしチーフはマートを倒すかもしくはマートから盗むのそうなんかアイテム侍はなんか連携を見せたらいいようで一番簡単なのそうかそうか2時間アビ使ってね簡単簡単だするだから赤間同士はあらゆる意味でなんかこう勇者ジョブだから相手もねすげえ強ええ。相手も爆能なのうん 攻撃そのじいさんはね伝説の英雄だよなんかすごいやつらしいの海を渡ってなんかこうジュノの一番上でずっと構えを解かないって有名なんだけど亀仙人みたいなもんだよそうそうで今ねなんか話によると全部のジョブを上げきるとマートが帽子をくれるマートキャップマートキャップチではニートキャップって言われてるお前危ないなその表現もな巷では言われてるっていうね僕まだ本物見たことないんですよ そういうわけでね、ああでもフォーティーンですか？まあこの間発表にこの間発表されてました。もう楽しみだね。ねなんか十さが発売される前にも発表っていうのは相当すごいな。まあでも別の開発チームね。ャ験チームが作ってるから全然できているんでしょうけど、いやなかなか楽しみにしてますよ。あの上松さんだし。それで。 多分ね自社のそのオンラインゲーム同士で食い合うことはないと思うから、うん、独立させると思うんですよ、うん、だからナンバーも変えてるのも、11は11で続くし、うん、14は14でそのままやりますよっていう意思の表れだと僕は思ってるので、うん、まあ別に14が出て、11やってるお前らどうよって言われても、まあ僕は別に動揺しません、うん、やり続けますうまくそれでね、住み分けができるといいかなと思ってるんですけります